ウェザーニュースでは桜の季節に向けて第1回開花予想を発表しました。2022年の桜の開花は平年より早くなるところが多い予想です。特に東日本から北日本では平年より5日から10日ほど早くなる見込みです。開花トップは3月15日の東京と広島で、16日に福岡が続きます。3月下旬に西日本から東日本の各地で開花し、東北南部でも咲き始めます。北海道へは4月下旬に桜前線が上陸する予想です。桜の名所では東京都の上野恩賜公園が3月16日、京都府の嵐山が3月23日、青森県の弘前公園が4月17日の開花予想となっています。本日ウェザーニュースのアプリおよびウェブサイトの桜チャンネルがオープンします。これから桜の季節楽しみですね。